帰りでただいまでーす。おー、そそなす、ありがとうございます。もうここで見れるなんて光栄ですね。そそりゃモテモテって書いてある。モテモテじゃない。そそぎさん、あれですね、肘が触らなくなったんですね。僕はもう今矯正してます。みんなが多分知りたがってると思います。矯正してますね、今。いやいやいや、もう矯正して4日後にパーフェクト行ったんですよ。で、決勝ですか。いや、その時パーフェクト、その前の試合出てて、その前の前の試合で変えてて。へぇ、すごい。気分悪くなるぐらい練習してました。4時から練習して、朝方まで。すごい。それぐらい努力しないとなんですね、ダーツって。見習います。投げないこっちですか。頭寒い。始まりましたね。始まりました。竹本さんペア先行ですね。竹本さんやっぱなんだかんだ残っちゃうっていう。上手ですもん。やりにくいですもんね。スピードですか。やっぱそうなんですね。何回か対戦させてもらったんですけど。はいはいはい。やりにくいね。平場はですね、割とポン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 投げるんですけど。ああ、はいはいはい、はい、集中して入り込むと狙う動作なんですね。俺もこれぐらいで狙えたらちょっと楽しいかなと思いますけど。お、ナイスアット。横の部屋、プロレスの試合ってどういうことですかね。ナースさん、今日はブースだったんですか。ブースでしたよ。ブースしか試合には出てないですけどね。試合出てないんですか。そうです。ちょっと急遽ブースお手伝いに来ることになって。はい、カバー欲しいな。あー、ナイスカバー。ナイスカバー。マックさんも上手ですもんね。ここぞという時に決めるイメージ。はい、プリティーダーツは入ります。プリティーダーツ。今日全然飛んでないって言ってたのに、結局ここまで来てますから。飛んでないって言ってました。ああ、言ってますから。なんか飛ばないよ。結局ここまで来てるから説得力ないですけどね。ナイス。竹本さんの瞬きの回数を数えようと思います。結構瞬きするんじゃないですか。なるほど。ナイスカバー。ああ、そうそう。ああ、なるほどなるほど。三三一だったねって書いてあるんですよ。え、数えたんですか。あ、本当。もうめっちゃまばたきするやん。三一四四一一。はいはいはい。一二三一二三四。あ、もう瞬きにしか目がいかない。やばい。やばいやばいやばい。ちょっと瞬きがちょっと足りないとき入らない感じですかね、これ。はい。最後に竹本節が出るっていう。あれ、生で見てたらめっちゃすごくないです。グイーンってなってる体。パーフェクトの時にたまにもう後ろ向いてってやられるんですけど、いや、俺何かしたかなみたいな感じになるんですよ。いやいや、俺そんなのしてねえしなと思いながら、そしたらもう竹本節が出てるだけだよっていう話を昨日してたんですけど。あ、はい。今日は何も悪くないよ。ありがとうございますね。ちょっと噛み合ってない感じですね。そうですね、乗ってない。いじられてるんだろうなって思ってる竹本。まあ、さっき言ってましたからね、解説ですね。こうやっていじられるんだよっつって。笑顔がいいですね、まあ、ちょっとやっぱ可愛い。プリティ。あら、あの、ノーブルはちょっと厳しい。でもなんか新鮮です。そのなんかいつもと違ったメンツっていうか、形がですね。あ、そうですね。なかなか見ないですよね。パーフェクトの次の日ということもあってですね。やっぱ。ここで大きく話したいことじゃないでしょうか。ハットが欲しいですね。先行キープしたい。やばいし、本当にまばたきにしか見えない。
トライ行かなくていい感じですね。ブルでそのまま。はい、ナイスアット。さすが。こういうとこがなんかやっぱ強いなと思いますね。ちょっと合わせていきたいですね、クリケに向けて。はい。まだわかんないですけど。ハットじゃのって感じですね。ナイスナイス。私大丈夫です。ありますよ。ここ使わせてください。レッドブルを。すいません。私大丈夫です。ダンス歴どれぐらいですか？あ、2年とかですね、まだ。結構まだ浅い、浅いです、ね。あ、そうです。ダーツ始めて2年、キットに入って2年。あ、ショップに入って。あ、そうです。ショップにいます。よろしくお願いします。ショップお願いします。よろしくお願いします。最近可愛いショップの店員さん多いですよ。みんな可愛いですね。なっちゃんも可愛い。なっちゃん可愛いですね。なんかもうあの愛嬌、愛嬌。そう、おっとりしたあの感じがすごい羨ましい。そうですね。なんか大人の女性って感じ。なんかもう包み込まれますよね。ちょっとすみません。カニ。さあ、タヨさん笑顔でここ。上がりたい。出るか竹本武士。うわ、出たのに入らない。上がらなかったですね。10の子ですね。ここをブルブル57で40してプレッシャーかけたいですね。かけたいですね。お願いします。来ました。うわー、ナイストライ、ナイスト、ナイスプレッシャーですよ、これ。3-3-1だ。これマスターアウトですね。マスターアウトなんで、5ダブル。カモン。魔王、魔王、魔王。マオちゃん、これ上がりたいですね。ワンちゃん、ワンちゃんです、ワンちゃん、カモン。おー、5-4から。おー、おまじないしたね、今クルリンパーしてました、今クルリンパー。大丈夫かと。あー、ナイストライ。あっ、苦笑い。3と4、3と4。隣は、この隣、右隣は何ぐらいですか？右隣は。熊本のペアがやってますね。おー、面白い。面白いですね。見てる方も緊張します。おーい、なるほど。ナイスアウト。フーやフーですね。ほんと見てるみんな。なんか汗かきますもんね。前は今日僕鳥で出てて、はいはい、一回も出てないんですけど、手汗びっしょり。あ、今日一回も出てないんですか？はい、優勝おめでとうございます。いや、もう手汗びっしょりで。なんで俺出てないのにこんな手汗かくんですか？戦ってるのを見ながら、鈴木さんずっとこう、こうやってそわそわして。いかばれへんと思いながら。これ、取り返したいですね。3連目、3連目まで。ああ、ナイスポー、ナイスポー。あー、でも、まあ、全然わかんないですからね。はい、まだまだ集中してますね。まばたきしか目が本当にいかなくなっちゃった。ダメだこれ。
ょっと力んでる感ありますもんね。でもこんな感じで狙ってたら投げれなくないですか。いやって思います。私全然そのダーツめっちゃうまいわけじゃないんでわかんないんですけど、なんかそんなうーんって狙ってそこにそう入るのみたいな。そうそうっすね。ちょっとあらら珍しい。めちゃくちゃ上手なんですけどね。ちょっと緊張してる感出てますね。いや緊張しますよね。真央さんはどこ見てるかわかんないですけど、これ19いきますよね。そうっすね。なんか上狙ってる感じですもんね。20いくのかなと思ったんですけど、飛ばしたい1本。あらーノーマーク、珍しい。やっぱ昨日のパーフェクトでやっぱ連戦で、はいはいはい、やっぱ疲れてると思うんですよね。そうですね。プレッシャーかプレッシャーありますよね。勝ったら優勝っていう。おー、ナイスファイブ。ナイスファイブ大きいですもんね。プレッシャーですから。言われてみればベテラン対決ですね。竹本さんと井上さんの。あ、そうですね。背伸びしましたね、背伸び。思いが体に現れて。カットしたい。あー、ナイス。じゃあこれカバーしよう、カバー。その憧れのプレイヤーさんとかいますか、女子で。この人ね。そうですね。あんまり。まあ、いやいや。あのまあ無難にっていうのもおかしいですけど、はい、あのメグさんが、ね。ああやっぱりそうですね。はい、やっぱみんな目指してるものですね。大丈夫。だってそんね最近はあれですけど。パーフェクト最初の方とか。そうですね。でも今なってるそのトップのプロの女性たちっていうのは、はいはいはい、メグさんを見て多分メグさんに勝ちたいだったりとか、うん、で多分プロになってると思うんですよね。そうですね、うん、あーナイス。メグさんやっぱなんかプロの鏡だなって僕は思う。まあ熊本にいらっしゃるんでよく話す機会があるんですけど。あ、はい、あはいはいはい、うん、すごいいい話を聞けたりするんで、めちゃくちゃ怒られますから。それだから勝てないんだよっていう。あ、そうなんですか。怒られますか。あの画面越しでしか見ないじゃないですか。あーですね。もうほんと強気っていうか、うん、強気な発言で。あーなんか多分これじゃちょっとトライですよね。この最後のがトリプルに入ったら、優勝はコマドポジションから、ポイティマスカツさん、川原高美さんペアです。おめでとうございます。おにぎりは誰に憧れてた？おにぎりと僕おにぎりと言われてる。あ、おにぎりさん。こんな感じはおにぎりと言われてるんですけど、おにぎりはそうそうパンマンじゃないですか？僕は誰に、そそえもんとか、なんかいろいろありますよね。僕はですね、最初憧れた人は、うん、鈴木武宏さんとかですかね。すごい僕は尊敬してたんですけど、いつの間にかそのヤンマーに切り替わってました。へぇー。目標がですね。はい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 。今じゃあヤンマーさん。そう、今は別にその憧れというか、あー、はい、そういう感情はないんですけど、はいはいはい、まあでも目指したいプレイヤー、うーん、まあそれも憧れになるのかな。
うん、こうありたいなっていうのはありますけど、ヤンマーみたいな立ち振る舞いとか、はいはいはい、そういう行動力とかはすごいやっぱ憧れますね、その辺は、うん、かっこいい、何してもかっこいいですもんね、ヤンマー。そうですね、面白いし何しても面白い、うん、面白いしかっこいいし、かっこいいし、脱うまいししかも、行くか、トライ、トライ、トライ行きますね。狙ってますね、狙ってますね、すっごい狙ってる。うわー、ナイスファイブ、ナイストライ。ヤンマーに勝ってねって、あ、勝ちます、もうあの勝って当たり前になりたいですね、ヤンマーに。トライいけないかな。あー、アンラッキー、嘘ー、アンラッキーですね。マオちゃんカモン、ここですよ、ここですね、チャンス。行きますね、これ行きそうですね、うん、上向いてますね、上向いてますよ、うん、トリプル、トリプル、うわー、ナイスライ、いやいや、ナイスライ、あ、ちょっとここ厳しい、なんかこうお互い、そうですね、厳しい場面ですよね、こうやってこうシーソーゲームな感じで頑張れ、入れたい、あ、下向いた、おお、はい、来ますね、これ17いきますよ、おー、ナイスタイム、面白い、面白い、すごい面白い僕人の試合とかあんま見ないんですけど、あ、そうなんですか、結構面白い、なんか見てたら、うん、面白いなと思います。これはトライに行けないですね、先クローズ行くか、これ先クローズ行きそうですね、行きますね、はい、14点差なんで、あら、それ外すね、こういうこともあるんですよ、これ外す、面白いですね、あ、そっかそっかそっか、うん、プッシュ、プッシュだね、60、あら、どっちもどっちいい感じ、これはあかんって、まあ、そうですね、これはあかんって感じ、これはいじっていいですよねおむすび、おむすびなさい、おむすびです、僕26です、26歳、今年 6、 今年6になりました、9月で、9月で、うん、あれ、7半数イメチェンしたのって聞きました、イメチェン、あ、そう、ね、髪をね、ちょっと清楚系になろうと思ってちょっと黒にしてみましたどうですか、あ、もう、はい、はい、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、かわいい、じゃあ、試合ましょう、試合ましょう、はい、はい、試合ましょう、私の優勝は、クロード立ち上げ販売より松永ひろみさん、あ、わかった、おー、ナイス、ナイス、ナイスチョイス、ナイスチョイス、悪くないですね、こう走れたらもうこっちのもんですよ、あくんさん走れたら、あ、ナイスカバー、ナイスカバー、まだまだありますからね、全然ワンチャンスあります、ワンチャンスあります、あ、どうした、どうした、隣の音を消せと、ちょっと気になるぜ音がみたいな、隣の台が終わってたので、あー、はいはい、はい、あー、音が気になったんでしょうか、はい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 、ここ大事な局面ですね、カモンカモン、カバーカバー、おーし、ナイス、ナイスカバー、全然わかんない、
試合時間が長いな。おー、ナイス。あ、16戻る。あー、ナイス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 。まあ全然ですね、ブルがあるんで。はい、見てるこっちが緊張する、うん、もうドキちょっとドキドキドキしますよね。ちょっとドキドキしますね。あ、でもほら、アクンさんもドキドキしたこちらで竹本さんがシーってしてます。よし、インブル、インブル。あー、カバカバ、オフしたい、オフしたい。おー、OK、でもナイス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 ワン。ここ決めたいとこですね。そうですね。おー、これいくか。サイちょっと焦 焦らず、焦らず。なまさかのワンチャンあるですね。ありますね。インナーインナーでインブルインブルでワンチャンですよ。決めたい決めたい。ああいい、オーバーオーバーオーバーしたいですね。もう一歩インナー。すごい、竹本節出てからのインナー。あー、冷静。あー、ナイス。冷静に。ナイス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 。3レグ目ですね。面白いこれ。7アスいつプロになるのって言われてます。なりたいですか。はい、なりたいです。なりたいです。あ、もうかわいい、かわいい、わか、かわいい、わか、俺かな、かわいい、かわいいって。もうかわいいです、かわいいです、ね、ちょっとかわいいって言ってますよ。さっき黒髪にしたって言ってた。ああ、そのくだりか。黒髪が一番よか。ああ、ありがとうございます。僕はもう見に来てくださいね。え、福岡市のケチャップです。そうそう、福岡ショップに来ます。色落ちする前に来てね。またすぐ金髪戻ってしまうけんね、絶対。でもそれ、はい、黒っぽくないですよね。あ、そう、ちょっとシルバーブルーみたいな感じですよね。はい、はい、また可愛い。あ、どっちが先行です。見てなかった、コーク。黒の方が先行ですよね。あ、竹本さんが。黒の方、黒の方。そう、ほらほら、ね、竹本さん、ほら。たぶん、あっくんさん白なんですよ、暗いとか。あ、なるほどですね。うんうんうん、全然だよ。全然、すいません。見てなかったです。ここもバリバリ集中してますね。ナイス、ナイスアット、いいスタートですね。ナイススタート。あっくんさん、ここついていきたいですね。おお、すごい吹っ飛んでる。大きく外した。うん、あー、ナイスト、ナイスト。もう真央さん、めっちゃ緊張してません？いやいや、真央ちゃん緊張してますね。え、してますよね、うん、伝わるもん。はい、力んでるぞい。ゆっくりゆっくり。
来る、大来る、大丈夫。おー、ナイスワン、ナイスワン。緊張してますね、島田さん。いつも手伸びてるんですけどね。そうですね、パーフェクト出て、店出て、今日リン君、あ、リン、あ、そっか、あ、そっか、そっか、はい、そうです、パーフェクト出て、店出て、今日ここに、はい、呼び方がいろいろあるから難しい、はい、基本も僕はあのカメレオンみたいですもんね。なんかいっぱい名前あるからピチヘンゲーみたいなって、ね、カモン、カバーしたい、マオちゃんの分を、竹本さん、カモン、おー、はい、顔を拭きます。ここはついていきたいですね、飛んで。カモン、おー、じゃあもう緊張する言葉が出ないもう必死、必死。カモン、カモン、よし、おー、ナイスアット。さすが、昨日パーフェクトでメグさんに勝ってますからね。あ、そうですね、うん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 、やっぱ、うん、あららら、皆さんどうしちゃったのかな。さあ、大丈夫、もう上がり目出したいですね。最悪3回で上がれれば。もうモードに入ってますね。入ってますね。もう入ってますよ。カモカモカバカバ。あー、ナイス。全然違うこと聞きたいです。睡眠時間5時間とかじゃないですかね。4、5時間。あ、1日ですか。うん、5時間。だいたい昼間に起きてしまうんで。へー。夜終わって昼過ぎちょっと起きるみたいな。感じ、起きて何してる、ちょっとまあ、うん、寝るかゲーってしてるか仕事まで仕事までかダーツ練習しに行ってるかですね。あー、もう、あらららら、らこれはちょっと痛いですね。あらららららら、ら俗に言うナイグルです。19行った方がいいですよ、うん、これブリック19狙ってそうですね。あー、ナイスカバー。呼吸症候群なのかな。わかんないですけど。あー、いや、ちょっともうちょっとなんか開き直ったみたいになってますよ。ちょっと遅かったですね、もう一個遅かったですね。これ2回トライできますから相手が上がりますね。そうですね、うん、はい、これ決めたい決めたい。竹本さん、はいはいはい、3、4、1 うん、今4回3回、カモン、2回、竹本節出るか。あー、インサート、ナイス、ナイスアウト。実はなかったですね。本当実はなかった、うん、多分実はなかった、多分実はなかった。おめでとうございます。すごいナイスゲーム、最後までいい試合でしたね。ねえ、いい試合でしたね。はい、パチパチ888ください、888ください。お待ちください。うわ、だ、顔でかっ。
顔でかっ。